4月に誕生しました保有会さん、チャンプルー文化、沖縄の命の力強さを色濃く表現するようなエイサーは元は先祖慰霊に踊られたものであると言われていますが、今ではお祝いの場でも踊られます。保有会さんからは途切れることなく脈々と紡がれてきた命を思い、そして今を共に生きている人々へ、エイサーを通してたくさんの人と関わり合いたい、そんな気持ちで演奏いたしますというメッセージを頂戴しております。とっても楽しみです ね、それでは保有会さんどうぞよろしくお願いいたします。いいよ、お父さん。
ました。